こんにちは。今回はですね、はい、以前ちょっと前に作ったこちら、スカイライン、まあ通称箱スカですね。箱スカですね。箱スカのプラモの時に多分お伝えした、はい、カスタム編を別に撮りますって言ったと思います。はいはい、こちらまあ本来こいつはこうなる予定なんですよね。はい、ただノーマル部品が入ってない部分がホイールとかあって、はい、そういうのはつけたんですけど、まだ各所いろんなカスタムパーツがあるわけですよね。ああ、はい、今回それでカスタムしていこうかなと。ああ、はい、はい、なるほど。だからあれなんだね、はい、今こんなタイヤがバーヒーンって出てるんだね。バーンで取るですね。ちょっと後ろ向けてみましょうかね。はい、違反車両、違反車両はい、完全違反車両、完全に違反車両で、これね、ここに映ってる以外のカスタムパーツも入ってるんですよ、実は。へえ。このここ、この泥よけね、泥よけ、オーバーフェンダーって言うんですけど、はい、このオーバーフェンダーももう一種類入ってたりとか。へえ、なのでちょっと開けてみますかね。はい、開けてまずは、もう早速出てきましたね。この辺が要はカスタムパーツになっていきます。はい、あー、これが今言ってたオーバーフェンダーなのかな。そうです、そうです。で、まあ改造面にあたってこちら、はい、こんな感じでこの黒い部分が本来ここまであるんですよね。はい、でここまでカットしてくださいと。もうこいつ見ての通り、あのタイヤが当たっておりますよね。ああ、はいはい、なるほど。なんでもうここ切り上がれと。なのでこんな感じで今から改造していきます。はいはい、じゃあよろしくお願いします。いきます。でも改造の時はもう説明書は見ません。なぜなら今回は僕が好きなように改造するからであります。ああ、なるほど。はい、うん、まあグリルなんかもありますね。あー、なんか魚焼いたりとか。違う違う違う、こらこら、それはグリルって言うて一緒になってるんですね今回ちょっとまあちゃんと作るならおすすめは、おすすめおすすめはしませんけども、はい、こんな油性ペンを用意しといてください。でこれで何を使うんだろう。はい、まあじゃあちょっと見せましょうかね。というパーツを切ります。パチと、はい、パチと。でまあ、つけたまま塗ってたんで、それはそうだろうと、こう切ったとこ白くなっちゃうんですよね、はい、元の色に。このペンでチュッ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 って塗ったら、まあ、艶消しなんですけどね。でもほぼほぼ分かんなくなります。これをするためにこれ。なるほど、はい、そうそう。こんなウインカーパーツとかもあるんですよ、はい、これを塗るのって結構もう失敗したらもう透明には戻せないんで、はい、これを塗るときはあの油性ペンで赤とかオレンジとかあるんで、それで塗った方がいいです。失敗しない。なるほど、うん、でほぼほぼその専用の塗料でスッって塗るのと変わらない仕上がりになるんで、これの方がおすすめであります。はいはい。今肘滑ったろ。ええ、ここ、うん、こすなんか急になんか段差落ちたの段差落ちたみたいになんか、うるせえぞ徳ちゃんがゴフってなんかなって、うるせえうるせえ早速ですけど、あ、壊していくわけですね。壊していきます。あー、外れた。なるほどね。よし、こうなってます、中身。まあ、サイドブレーキとかこのシフトノブとかもちゃんとあるし、ほんとだ。こっちはこっちでこのハンドルやったり、ウインカーやったり。ああ、なるほど。わあ、なんかあれだね。はい、あの助手席が純正でこう倒してあるあたりがもうなんかヤンシャチックやね。そうでしょ、そうでしょ。でも今回選んだこの車種が、うん、まあそういうのが似合う車種なのでウイングとか言うでしょね、はい、まあこいつらに合わせて今回も羽と呼びますけど、はい、羽、羽、これしかもあの板パネです。板パネにもね、いろいろ形があって、これのどっちを選ぶかをはちょっと今回大きい方の板パネをつけようかなと思います。あ、なるほど。ちょっと幅広の、うんうん、あー、分かった。こっちはよくあのブルーバードとかについてる方の、そうですね、板パネですね。この
見た感じ多分、ああでもちっちゃい方つけましょうかねなんかあ今照らし合わせたらなんか違った。まあこれさっき塗ってたこれは何だろうかと、はい、あのチンスポと言います。スポイラー下のあフロントの前にちょっとついてる。なるほどなるほど、それもね、はい、よくあのブルーバードとかについてるやつ、そうですねいやなんか箱スカ見る機会少なくなってきたけど、ブルーバードはちょいちょい見るんだよね、はい、ああ見ますね、うん、ブルーバードとかあとは41516171ぐらいまで あのクレスタマーク2とか、ね、ああそうですね、そういうのもよく見ますね。セフィーラとかレパードとかレパードとかってなってくるけどもうちょっと要はいよいよでも本当にあの昔の車はあの、うん、めっちゃセンスが出ますよね。あーベースが本当にいいだけに、ね、なんでこうしたっていうやつと、うん、あこれは作りうまいなとか、はあはあ、よし、まあ、こんぐらいか。あ、着々とほい下準備が下準備ができております。で今回あのこのズバ抜けたオーバーヘンダーと、はい、ちょっと抑え気味なオーバーヘンダーがあります、はい、ズバ抜けても良かったんですけど、はい、僕のセンスにちょっと合わないというかかっこよくないわけじゃないんですよね。これかっこいいんですよね正直。はいはいはい、あブリッとしとるブリッとしとるですね。でもここまでボコッとはいかんでよく剣がこっちをつけます。あこのちょっと抑え気味 な、はい、あ品がある。そうですね、ここの赤い部分が出ちゃいますよね。あはいはい、でその下の方を切るんだ。はい、ここを切っていきます。これはためらうことなく思い切りいいね。はい、一回こう切ったらこうやって照らし合わせてちょっと分かるっすよね。あこの辺とこの辺がダメかっていうのがちょっと出てんなって。はい、でそこをまたカット。なるほど、こんな感じでカットしました。おお、はい、反対側見せて。反対側は通常、これが通常で、はい、切ったら切ったらこうなります。ちょっと雑ですけどね、うん、ポポポってなった。見えないですけど、まあここ かぶせれるんで、はいはい、こんな感じの、こんな感じかで、つきます。お見えます。はいはい、でまあとりあえず箇所箇所フェンダーのところはこうやって切っていきますので、はい、で切った後にまたお会いしましょう。はいはいはい、両方とりあえずで切りました。はい、なのでオーバーフェンダーをとりあえずくっつけてみましょう。はい、ここに接着剤をつけます。はい、ペロッと。だからもうあっちこっち動かせません。で切った、でこの辺ちょっと切った跡があるでしょ。このちょっと見えてる白い部分なんかはまた黒に塗れば目立たないので。あーなるほど、はい、おっとそれは雨の時に使うやつそうですね、ワイパーワイパーワイパー。しょうがねえな、うるせえなあいいですね。いいですか。ここは宗男くんの意見を取り入れてみました。そして羽、よし、エンブレムのついたところ失敗しそうやな。ここ塗りますね。これスカイラインって書いて。あー細かいねー。あ、細かい作業怖い怖い。はい、こんぐらいで。おお、おい、あ、かっこいい。こっちが良かったですね、絶対。ああ私もそう思い、まあここは接着の時に失敗しましたけどじゃあ次。いや、かっこいいよこれ。かっこよくなってきたでしょ。うん、じゃあ次、フロントのオーバーフェンダーつけます。はい、あ、フロント側か。おーしょ、おー、
チンスポ。チンスポ。ちょっとちょっと見てくださいよ。ちょっとだんだんあの渋い。かっこよくなってきたっすよね。それではカスタムパーツを付け終わったので、はい、ついに組んでみますか。よし。はまった。はまった。はまったけど、オバフェンも取れた。補修作業だ。補修作業です。修正完了、ね、修正完了でございます。じゃあ、お見せしますね。お見せしましょう。いきますよ。はい。じゃ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 ーん、コッペン。違う違う違う、なんやこれ。なんやこれ。なんやこれ。コッペン。ちょっと仕切り直して。はい。じゃんはい、うまいしょ。箱須賀、生まれ変わりました。かっけーやん。かっこよかでしょ。ちょっとタイヤをこんなもんやね。ほら、ドンピシャ、スライチ。いや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 、ちょっとハンドル切ってみましょうか。はい。どうですか。ああ。やば、かっこよ。なんこれ。かっこいいっすね。かっこよかですね。ちょっとここは失敗しておりますけど、何度も言うように。ああ、いいね。はい。ではまあ今回もおもちゃ部でしたけど、はい。またその車のプラモデルを作ることもあるだろうし、バイクかもしれないし、はい、ガンダム系かもしれないし、うんうん、まあいろいろ作っていこうと思いますので、はい、長くよろしくお願いします。お願いします、はい。ラジコンとかもしたいね。そうですね。うん、そう、あ、そう。とまあそんな感じです。はい、はい、飾るものだけじゃなく動くものも、まあミニオークも動きますしね。はい、はい、やっていきたいなと思います。楽しみにお待ちください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、リオリチャンネルはこちらになってます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。